熊谷地方気象台、熊谷地方気象台所在地熊谷地方気象台は、埼玉県熊谷市桜町1丁目6の10にある、埼玉県で唯一の地方気象台である。銚子、彦根、下関とともに、県庁所在地ではない自治体に設置されている、県単位の地方気象台である。二千七年八月十六日に最高気温摂氏十点九度を観測し、 田見地域気象観測所と共に74年ぶりに国内で観測された最高気温の記録を更新した。その後、2013年8月12日に高川崎地域気象観測所地区で摂氏41.0度が観測されたが、2018年7月23日に冬気省台で再度国内観測史上最高となる摂氏41.1度を観測した。 1896年12月1日、埼玉県熊谷速攻所として観測を開始した。気象台は通常は都道府県庁所在地に置かれるが、埼玉県は当時の県の基幹産業だった、養産業の中心が熊谷にあった上、県庁所在地である浦和町は東京に近すぎたため熊谷に設置されたと言われる。その後、1939年には国営化され、 1957年に熊谷地方気象台と解消されて、1965年には新庁舎が完成している。気象館所では珍しく、開設から100年以上一度も移転されずに業務を続けている。庁舎屋上に風向風速系と日照系、庁舎横にウィンドプロファイラ観測路上に温度系、湿度系、積雪系、寒向き、 伝統マス型たう量系がある。毎年8月に、暑いぞ。熊谷を天気フェアを開催するなど、気象観測の楽しさを知り、親しみを持てるような活動を行っている。また、ホームページには特設コーナーとして、高温、熱中症対策を掲載し、熱中症への注意喚起をしている。気象台施設の見学には、事前の申し込みが必要で、随時受け付けている。 平日の9時から16時まで行っているが、7月21日から8月31日までの夏休み期間は火曜日と金曜日のみ見学可能。以下の記録は、突起のない限り、気象庁の観測史上1から10位の値に基づく。熊谷駅から朝日バスに乗車し、気象台入口下車徒歩3分。徒歩では、熊谷駅から25分。上、熊谷駅から15分。 ABC 熊谷地方気象台へのアクセス連絡先2017年8月25日閲覧 AB 関東で一番が暑い街 C 級出版社2017年8月25日閲覧埼玉県の暑さのデータ熊谷地方気象台2017年8月25日閲覧平成25年報道発表資料最近の日本の高温について 気象庁。2013年8月23日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2017年8月26日閲覧。エージェンシー、気象庁ジャパンミキラロジェクル。気象庁歴代全国ランキング。www.data.jma.go.jp。2018年8月6日閲覧。abcdefg 熊谷人物伝。第三十八回。 熊谷地方気象台、大和屋株式会社、2017年8月25日、閲覧。寄贈干渉履歴気象業務支援センター、2017年12月12日閲覧。熊谷地方気象台について熊谷地方気象台、2017年8月25日閲覧。見学のご案内、熊谷地方気象台、2017年8月25日閲覧。 歴代全国ランキング気象庁2017年8月25日閲覧。歴代全国ランキング気象庁2017年8月25日閲覧。ありがとうございます。